うららです。ずっとタラちゃんの性別が気になってたんですよ。で、まあ、ツイッターではもうすでにつぶやいてはいるんですけれども、まあ、結果的にね、言うとね、タラちゃんオスだったんですよ。で、まあ、今回はね、タランチュラのオスの特徴についてご紹介していきたいと思います。まずタランチュラの生態のオスメスの判断は、まあ、見た目からしてね、分かる場合が多いんですけれども、うちのタラちゃんみたいに足が長くて細身の体がオスの特徴です。メスはね、もっとしっかりとした体つきなんですよ。ちょっと、なんだろう、足とかも太めで丸っこい感じかな、とか言いつつね、私タランチュラを飼うのがタラちゃんが初めての子なので、最終脱皮をして笑っちゃうくらい明らかに足が細長くなったなっていうのと、まあ、これから説明しますオスの特徴が出て、それを見るまではちょっとなかなか気づかなかったですね。あれ、なんかおかしいなっていう違和感あったものの、あ、オスだっていうね、断言はちょっとできなかったです。で、そのオスとメスで圧倒的に違う部分が、まずは触角です。この赤丸で囲った部分が触角なんですけれども、その先端がね、オスは丸っこいんですよ。これは異性芯って呼ばれるサソリの毒針に似た器官がついていて、それを折りたたんでいるために丸っこくなってます。はい、こちらの映像がその異性芯を出しているところです。触角の先端がね、なんか尖っているものあるでしょう。触角はそもそも感覚器官であったり餌を保持するためのものなんですけれども、成熟したオスでは異性器官へと変化します。異性器官って言われてもね、多分あんまり馴染みがなくてピンと来ないと思うんですけれども、クモのオスって触角を使ってメスに精子を渡すんですけれども、その触角と精巣はつながってなくて、一度体外に射精された精液を一時的に貯蔵してからメスに渡すので異性器官と言われています。一般的な交尾からすると少し特殊ですよね。でね、もう一つオスメスで違う部分があるんですけれども、それは触角の横にある第一脚の頸節。この頸節部分にオスはフックが現れるんですよ。で、このフック、メイティングフックって呼ばれたり、あとはセックスフックって呼ばれたりしてます。このフック何のためにあるのっていうと、交接する際にオスがメスに襲われないように牙を押さえるためのフックです。タランチュラのおにゃの子からしたら、目の前で動くオスなんて捕食対象でしかないですからね。肉食女子系タランチュラとのベッドインはもう本当命がけですよ。さて、冒頭の方からずっとタラちゃんが糸を出しているかと思うんですけれども、これ何をやってるのかっていうと、実はおにゃの子との交接準備なんですよ。巣作りをしているわけではなくて、精子網って呼ばれる非常にきめ細かい網を作って、そこに精子を出します。動画の途中からタラちゃんひっくり返って何やらもぞもぞしてるんですけれども、これがちょうど精子を出しているところです。で、一通り出し終わったら今度は吸い上げるんですけれども、その映像がこちら。先ほども見ていただきましたが、これは異性芯で精子を吸い上げてるところなんです。つま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 ってエビがもう食べてるみたいで可愛いですよね。はい、タランチ
チュラのオスの特徴や最終脱皮後に見られる性種毛についてお話しさせていただきました。この性種毛を作るペースって、まあ、せいぜい月1ぐらいかなって思ってたんですけれども、案外ペース早くて、うちのタラちゃん今週1ペースで作ってます。結構ねやる気満々なんですよ。うち女の子いないのに、ごめんタラちゃん。でも女の子がいても繁殖させる気ないから、まあ、結局はねごめんタラちゃん。そんな一生童貞確定のタラちゃんでした。はい、タランチュラをね飼ってる方、おそらくもうほとんどの方がそうだと思うんだけど、あれだよね、メスだったらなって多分思うんですよ。やっぱね、寿命が長いから。オスだとね、はい、3年、最終脱皮から1年から2年って言われてるから、まあ、タラちゃんもあと1年から、まあ、長くて2年くらいの寿命なんですよ。なのでちょっとすでに寂しい気持ちもありますが、まあ、変わらずね可愛がっていきます。ではね、新しくこう迎えたアンテルピンク2はメスだったらいいなっていう希望を持ちつつ。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまたの動画でお会いしましょう。またねー。